堅固な名城も実はポンコツだった。残念すぎたお城ワースト5。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり機構は残念すぎたお城ワースト5について紹介していこうと思います。峻険な地形や立地を生かして堅固に築かれた城、それが日本の城郭の特徴です。容易に攻められないよう守りの工夫を凝らし、優れた土木技術でいくつもの名城が築かれました。とはいえどれもが完璧なお城ばかりではありません。今回は残念すぎたお城ワースト5と題し、ちょっとがっかりなお城、残念な結果に終わったお城をランキング形式で紹介していきましょう。第5位、正面は要害堅固だけど